わたわたっちにね、はい、プロポーズを仕掛けてみたいと思います。お好きです、結婚したいぜ。ペッポ、みなさんどうもこんにちは、 DJ マロンと MC ズイミー、二人合わせてマロズイでーす。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、はい、たまごっちミーツを紹介したいと思います。今回は新しくこの新バージョンを紹介します。かわいい。そう、これをね、マロンが一から育ててみました。お、はい、もうね、とっても楽しいことばっかりだったので、たくさんたくさん紹介したいと思います。まず最初にね、生まれたらご飯をあげます。お腹ペコペコだからね。ペコペコだよね。赤ちゃんの時はベビーフードとかおやつとかをあげます。たまごっちの名物ですね。名物ですよね。うんちをしましたね。そう、うんちはちゃんと片付けてあげないといけないですね。すぐにね、すぐに片付けましょう。そう、そして、はい、ここではね、スペシャルでカメラでね、写真を撮ることもできます。へぇ、もうやっぱり成長していくとさ、はい、その過程やっぱさ、撮っておきたいわけですよ。なるほど。そう、だからこうやって撮って楽しみに。へぇ、あ、成長した。成長しました。成長するとこうやってね、300ゴッチもらえたりします。300ゴッチ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、こうやってね、すごいいろいろ要素はあるんですけど、玉出場に行ったりとか、公園に行ったりとか、その、ね、自分の部屋のね、外に出てね、遊べるっていう、それはすごいですよね。そう、いや、まだマロンもね、発掘してない場所がたくさんありそうな感じでね、はいはいはい、ここ今、公園に行ってます。そうですよね、公園でね、他のたまごっちと会えますからね。そうそう、お友達とたくさん会って、うん、そうね、こうやって会っていく過程で、他のところのお出かけ先が開いたりとか、そうになっていくっていうらしいので、そうそうそう、めちゃめちゃこれも楽しいですよ。そう、公園はすごく大事って私知ってるもん。知ってるもん。知ってる。そう、結構大事だし、しかもあれ成長してない成長してるね。半分こっちになりました。成長してるね。そう、どんどん成長していきますよ。こうやって今ゲームしてるんですけど、こうやってあのゲームをして、そこからゴッチポイントを集めたり、いろんな道具を買ったり、可愛くおしゃれしたりするわけです、はい、これもうなんか現実世界みたいだよね。いや、本当に稼いで、ちゃんと稼いで、そのゴッチポイントで楽しむっていうね。今ね、本当楽しいの。なんか大人になる気分になっちゃうよね。確かに確かに。こうやってドレスを作ったりしてゴッチポイントを稼ぎます。そしてこうやってお掃除とかも結構新しい要素の一つかなと思いますね。で、なんかこれね、マロン知っちゃってるんだけど、この動画ではないんだけど、うん、あの、お掃除をしなさすぎると、うん、お部屋が茶色になる。きったねえ、でもこれすごくない？そこまで出すんだって思って。確かにね。で、こうやってあのボールでね、遊んだりするんだけど、お庭にね、道具を置いたりすると、タマペットがやってきたりもします。そして、成長しました。黒豆っちになりましたよ。ちゃんとお掃除もして。あ、そう、これはね、あの、アクセサリーを買うことができて、あの、いろいろあるんだよ。猫耳とか、そう、なんかいろんなのがあって、うん、これは今、太鼓を持ってます。いいね。ペポ、ここはアプリの中です。たまごっち本体で自分が育てているナウタのアプリへ連れて行くことができます。ちなみに、たまごっちを持っていないコマコのアプリを楽しむことができます。そして、たまキュンパーティーがスタートしました。なんですか、たまキュンパーティーって。まあ、なんていうんだろう、出会いの場ですよね、簡単に言うと。あ、じゃあ、はい、来ました。ユーザーの方がここに集まるってことですか。そう、僕のたまごっち黒豆つきましたよ。あ、すごい。そう、ここには他のユーザーのナウタマもいるんだよ。すごい。こうやってね、なんていうんだろう、うん、その実際にたまごっち同士で通信して結婚することもできるんだけど、うん、お友達にたまごっち3つを持っていない子もいるじゃない。確かに確かに。そういう時にアプリ内で結婚もできちゃうっていう。それはすごい。一人でゲームやってても全然できちゃうんだね。そう、しかもここでは、うん、マロンが選ぶんじゃなくて、たまごっち自身、うん、今だったら黒豆っち自身が、うん、あの子いいなとか、そうやって決めて選ぶ。すごい世界になったね。そうなの。だから、あの、自分の意思、たまごっち自身の意思を尊重したりとかもできるわけですよ、うん、あ、めめっちだよ、かわいいっしょ。あ、これ気になったんだ。で、アピールタイムをすると。そう、2回アプリタイムがあって、これね、最終的にはね、なんかね、婚約したりとか振られたりとか、へぇ、そういうシーンも織り交ざってて、ほら、ほら見て、マロンまた一人になってる。マロンはずっと一人です。頑張って。マロンの子はキラキラしてるのに。あ、いい感じになってる。あ、でもすぐ慣れた。で、ずっと一人です。ほぼほぼ一人でしたね。告白タイム来ましたよ。いいね。かなでの、ちょっと待った。すごい。かぶっちゃったの？ライバル出現、ね、もうあなたしかいないぜ。一目
惚れ、結婚したいぜ。すごい。振られちゃったよ。わ、すごい泣いてる。悲しい。爆泣きだね、マロン。こんな目の前でさ、振られてさ、ラブラブされたら、そりゃ泣くわ。泣くね。泣くわ、そりゃ泣くわ。わー、泣いた。おしまいだよ、マロン。おしまい。悲しいです。悲しみだよ。うわー、すごい。早い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 。怒ってる、走ってるよ。はい、わたわたっちにね、はい、プロポーズを仕掛けてみたいと思います。無言だよ。待って、お願いします。頑張って。無言、ください。どうかな。多分ね、またダメなんだ。やだよ、2回もトラウマになっちゃうよ。頑張って。うん、お近い。好きです。結婚したいぜ。あなたのなら結婚したい。またやった。これはね、あ、デートかな。これはもうチューとかするんじゃ。やだ、ハートが出たよ。すごい。プロポーズしてよかった。しかもさ、アプリの中だからこそできるデートだね。カフェの前でデートしてますよ。これ新婚旅行だね。新婚旅行だよね。これこんなラフな格好してるし、新婚旅行だ。 あ、これ誓いのあれや。そして月日は経って、はい、僕たちは結婚します。結婚式だ。やっぱりね、結婚の前にちゃんとデートとかは必要だからね、はい、あ、チューした。すごい、かわいい。かわいい。結婚おめでとう。おめでとうございます。そして、はい、結婚すると、はい、パパとママがミックスした卵が実機に帰ってきます。うわー、すごい。すごくない、このシステム。すごいシステムですね。あ、生まれた。わー、そうなんです。こうやってね、2人に似た遺伝子を持った、うん、卵っちができてしまうって。すごい、生まれたてって感じ。いや、なんかさ、僕さ、はい、育ててさ、やっぱりさ、愛情がグッグって入ってるわけよ。なんかね、はい、ちょっと感動してきた。ちょっとうるっとしちゃう。うるっとね。おめでとう、黒豆っち。これ以上ね、見せちゃうとね、みんなの楽しみを奪っちゃいそうだから、これ以上は見せないけど、僕たちが知らないことまだまだたくさんあるの。あ、なるほど。そう、いろんなね、なんとかタウンとか、はい、まだまだね、解禁してないタウンとかあったりとか。そう、なんかステージがたくさんあるんですね、行ける場所がね。そう、やり込めばやり込むほど楽しいっていう感じなわけよ。ということで、すごく楽しかったでしょ、たまごっちミーツ。はい、みんなもぜひやってほしいし、ズイミーもどう、やらない。私はね、うん、黙ってたんだけど、うん、もうやってんのよ。やってんかい。ちゃんちゃん、ちゃんとしてね、チャンネル登録よろしくね。ちゃんちゃん、ちゃんとしてね、ポチポチポチっとするだけさ。ちゃんちゃん、チャンネル登録すると僕らが喜ぶし、ワクワク動画待ってるよ。 YouTube、 イエイイエイ、チャンネル登録よろしくお願いします。